こんにちは、中島貞夫です。今日は鶴田浩二さんのお話をちょっとさせていただこうかなと思っております。まあ鶴田浩二さん、若い方々はほとんど、ご存じないかもしれません。62年代に亡くなっておられますので、随分とまあ歳月が経っているわけですけれども、やはり東映の僕らが監督になった時に、一翼を担ってですね、さまざまな映画に活躍をされた俳優さんです。典型的な二枚目と言ってよろしいかと思いますけれども、非常に端正な顔と、それからきちっとしたお芝居をする俳優さんでした。まあ私は助監督時代にはひばりちゃんのお相手役などもしていたんですけれども、鶴田さんの役どころの最もこのふさわしいと申しましょうかね、毅然とした男らしさ、そしてまた彼は戦争中、海軍の、学生だったので予備学生ということですけれども、それで海軍に属していた。特に14期飛行予備学生、予備学生の中にも予備学生と生徒という制度があるんですけれども、そこに属していた。ひょっとしたら特攻隊にも行っていたかもしれないという方です。で、私が同期の桜という映画を撮ることになった時に、やはり海軍士官の非常にきっちりとした凛々しさみたいなもの、厳しさみたいなものを出していただけるということで、初めて鶴田さんとに出場を願ったわけですけれども、この映画ご覧になっていただいた方は、ずいぶん昔のことなんですけれども、かなり何回か上映されているんで、ご覧になっていただいた方も多いかと思います。この映画の中でも最後、特攻隊を、14期飛行予備学生の特攻隊を率いてですね、飛び立っている隊長役をやってる、海軍士官をやってるんですけれども、非常にその海軍士官の雰囲気、そしてまた凛々しさみたいなものですね、これが表現できる俳優さんでした。ただいろいろこの当時の制度というのが難しくてですね、特攻隊に行ったのか行っていないのか、特攻隊の教育を徹底的に受けたのか受けなかったのか、それも判然とはしないんですけれども、ご自身はですね、自分は特攻隊に行きそびれた一人だと、そういうことを何度も話されました。確かに我々が垣間見るその海軍士官の面影というのは、非常にこう表現できる俳優さんの一人だったと思います。ただその私が撮った同期の桜は、14期のこの飛行予備学生たち、そのかなりの方々が特攻隊として死んでいっている。
そうした人たちが残した、手記ですね。学生時代から海軍に入り、そして特攻隊になっていったそのプロセスを、その心の内をですね、まあ、日記体で書いたさまざまな人たちの、まあ、その言ってみれば文集みたいなもので、これはあの高校時代に、友人だった若田さんという方がいたんだけども、その人のお兄さんがやっぱりこの十四期飛行予備学生、特に、東大の法学部で、非常に成績優秀で、彼の文章を読むと、その海軍に入ってからですね、いろんな試験があるとどうしてもトップになってしまう。トップになるということは死に急ぐ道だということが分かっていてもトップになってしまう。まあそういう文面も残していらっしゃる方です。まあそういう人たちのこの学徒動員から沖縄戦までを描こうというのが同期の桜だったわけですけれども、まあ主体になるのは松方君や千葉君の世代、彼らをその14期の飛行予備学生に扮してもらって、さらに、東映税だけでは、まあ、海軍士官っていうのかな、そういう凛々しさみたいなものを表現できる俳優さんがあまりおらんかったこともあって、そのオーディションをこのいろいろとやって俳優さんを集めました。まあ亡くなってはいますけども、夏柳沢君だとか村井邦夫さん、あるいは蟹江恵三さん、そういう俳優さんたちですね、彼らが映画界に入るきっかけを作ったのもその映画だったわけです。まあその隊長として鶴佐さんにその海軍士官を演じてもらったわけですけれども、まあ鶴佐さんという方、非常にこれが似合うと言ったらおかしいんですけれども、やはりこの凛々しさみたいなものね、そしてまた厳しさみたいなもの、これを表現することのできる俳優さんでした。それは自分の経験からだということだったわけですが、まあ鶴田さんなりにですね、いろんな角度から考えたそういう人物を映画の中で作り上げてくれたんだと思います。ただやはりその年齢の差といっては言ってしまうとそれ身も蓋もないんですけれども、特攻隊というものに対する考え方、これがまあ我々の世代とは若干違うところがあって、撮影中はほとんどぶつかることもなくこの済ませたわけですが、ただなんていうのかな、悲壮感みたいなもの、それを強調するかしないか、その頃の、まあ、僕自身の考えとしてはやはり特攻隊というものに対する一つの非人間的なこの行為の強制みたいなものね、そういうものも自分の心の中にありましたし、
それからまた、まあそういうところへこの日本の若者たちを追い込んでいった当時の指導者たちへの批判というのも、表立ってということじゃなしに、映画を見ていただければ分かるような、そういう映画を作りたかった。まあそのことに関しては鶴佐さんの考え方と、まあほとんど同じだったと思います。まあその映画が出来上がった時、ただ少しばかり鶴田さんは、まあ、なんていうのかな、映画に対する批判というのはお持ちだったようですが、これはだけど、それなりに鶴田さんの心の中でしまい込んで、まあ、僕自身も鶴田さんのそこまでの気持ちというのは理解できずに、まあ分かりました。2度目に鶴田の仕事をしたのは、日本暗殺記録という、これはこれもまあ、日本の政治を扱った映画で、特にその中でもテロですね、テロリズム、これを、まあ、日本語で言うと暗殺ですね、延々といくつかの事件を取り上げながら、まあ、やっていこうと。特にクライマックスは、そのやはり戦前の 2.26 事件から、やはり日本の戦争へ走っていく道の大きなきっかけになった鉄名団事件、そういうこのクライマックスを作ろうと。まあ日本でのテロの歴史というのは大変、複雑でかつ数多くありましてね、そういう中で、まあ、日本の若者たちが、当時の若者たちがなぜテロリズムに走ったのか、そしてまたそこで命を落としながらも必死の叫びを上げていたのか、テロを肯定するということじゃなしに、その心の問題ですね、これをどう描いたらいいのか、特に、戦前のですね、本当に戦前の 2.26 事件だとか 5.15 事件だとか、そういう中で、ある意味で指導的な役割をしてた磯部朝和さんという方が、残した手記、ね、それも鶴田さんに演じていただいて、ラスト近くそれを延々と画面にぶつけていこうと。ただそれに対しては鶴田さんは大変批判的で、少し過激するんじゃないか、こんなものを映画に拒否されるは、それを採用されるはずねえだろうというようなことを言いながらも、まあそれを取り終えたわけです。しかしまあそれを入れてですね、映画を完成させて本社を送ったところ、やはり案の定それにクレームがつきまして、
津内さんにもう一度もう少しその文面をですね、やらげた文章で、再録したいんだと。まあその時から大変気まずくなってしまったというのかな、俺が言った通りだろうというようなことを言われて、こちらもまあ若気抜いたりと申しましょうか、鶴田さんと絶好状態になってしまったということがございます。まあこういう話し方だと事の、なんていうの、重大さっていうのはあまり伝わらないかもしれませんけれども、鶴田さんと私の関係ということに関して言うと、極めて決定的になっていって、それ以後長い間撮影所で顔を合わせても挨拶も交わさない。まあ鶴田さんの取り巻きの俳優さんたちがたくさんいたわけですけれども、皆さんご存知かな、後にピラニア軍団というそのまあキラリア連中の団体を作って、まあ僕にその村長やってくれ、なんでピラニア軍団で村長なのか分かりませんけれども、そういうことで接した連中、まあ野口隆君だとかいろいろ言ったわけですけれども、その連中もですね、鶴田さんの味方になって、まあ撮影所であってもそっぽを向くみたいな関係が長いことを続きました。